回も始まりました、一体感マイ推し。視聴者の皆さんごめんなさい、今回も新作はお預けです。ということで今回は未公開映像をお届けいたします。まず最初はこの選手から。こんにちは。こんにちは。お名前。はい、背番号10番の押谷由紀です。よいしょ。それではオンエアシーンからご覧ください。おお、全く反応できない怖い。最後はもうちょっと強めのインステップで、うん、まあこんな近い距離からそんな打つことはないですけど、まあペナの外とか、ああ、そういうところから打つときはそういうシュートですね。なるほど、その3つを打ち分けてる。そうですね、基本はそれを打ち分ける感じですね。あとコースと、うん、何を見てですか。まあやっぱりそれも、まあ、強いシュートの時はやっぱりキーパーも見ますけど、うん、まあ、その強さを意識してるんで、まあコースはある程度この辺だなぐらいで打つことが多いですね。なるほどね。実はこのシーンには続きがありました。キーパー、うん、いや、あの推しのキーパーやらせてもらえて私はもう光栄です。そのなんか精神的な充実感いらないんですよ。止めないと。あ、そうか。そうやね、ただ見とれてたらキーパー入っちゃってるからゴール。いや、もうでも3本目の迫力はすごかったです。あれはもうかっこいい。なるほど、もう世の女性はそのままもう虜にされちゃいます。そんななんか充実感はいらないんですけど、現に止めてほしいんですけど、まあいいです。今日は、はい、今日はじゃあ攻守交代しまして、次実際にゆあちゃんが打ちますんで。え、ポイントが全く、うん、わからないですけど、まあ、最後の強いシュートはなかなか難しいと思うんで、うん、そのインサイドで流し込むのと、うんうん、まあ、そのインクの時にね、ここら辺で巻くのと、はい、まあ、2種類ぐらいはやってみますか。まずそうですね、OK。次はこの選手の登場回から未公開シーンをお届けいたします。これやべでしょ。これ全然大丈夫。大丈夫です。お名前どうぞ。堀健太です。堀ちゃん、お願いします。まずはオンエアシーンをご覧ください。はい、ゆあちゃん合格できましたんでね、僕がまっちゃんがディフェンスになってちょっとリアリティを持たせますんでね。おお、それでどれだけホリケンの凄さがある分かるのか。ほんで岩ちゃんもやってもらいます。はい、さあじゃあホリケンお願いします。はい、はい、あ、おドリブルもさることながらシュートのパワーすごくない。はい、一気にポーンって飛んできました。ご覧いただいたお手本シーン、実はその前に一くだりありました。そのシーンがこちら。にょっ、取ってる、取ってるじゃん。カットしてください。取った、ちょっと堀健、立ち位置に、立ち位置に戻って、すぐ戻って、もう何事もなかったかのように。これ NG、 NG。 これダメよ、ダメよ。未公開シーンラストを飾るのはつい先月放送したばかりのこの選手から。久しぶりに選手に教わることが。久しぶりやね。いや、はい、そんなことよりも後ろ見て、まずいじってあげよう。みちょっぱ、まずあの男をいじってあげよう。普段体感もしない男がテレビの前だけしっかりとキープをする男、はけなさい、すぐはけなさい。ありがとうございました。素晴らしい、すぐ履けなさい。なんとなんと久しぶりのみちょぱ登場。はい、ただ実は今回これが伏線になってます。あ、そうなんですか。はい、このあの人の回のやったことの伏線になってますんで、はい、お楽しみください。はい、うん、では選手呼んじゃいましょうか。早速呼んじゃいましょう。はい、はい、それではお願いします。わー、お願いします。でか、本当だ、大きい。お名前どうぞ。宮本武也です。お願いします。はい、お願いします。イエーイ。まずはオンエアシーンをご覧ください。では、はい、いきます。引いて、はい、よ、あれ、そうですね、今ちょっと 手に僕注目してみてたんですけど、うん、やっぱ手は一番安定しやすい この位置がいいですかね。あ、やっぱ
まあちょっと相手ちょっともうちょっともうちょっともうちょっとこうちょっと春日みたいな、オードリー春日みたいな、そう習ったでしょ、誰の時習った、胸トラップの、マサの時です、胸トラップの、あ、そう、そういうこと、そう、その位置で、あ、そう、常に手を置いといて、うん、やっぱサッカー中だと相手もいるんで、うん、相手を抑えながらっていうのが多いんで、やっぱ手はこの常に相手を抑えられる位置にいて、うん、ここでこういう感じです、おー、音がいいんだよ当たってるって音しますよね、そうそう、なんか鈍い音するんですよ、ボスって、確かに、はい、ヘチンって言うじゃんあとはまあやっぱ引いた時とかもここにあった方が安定しやすいんで、多分手は、なるほど、さっきこうなったんで、多分それだとやっぱ頭から行きやすいんで、こうやって、そうか、そう、手があった方がこうやって行きやすいんですね、なるほど、はい、ちょっとラストやってみよう、まず今回はい、いろんなこと言ったけど、はい、それも含めて、はい、いきます、上げて引いて、こいしょ、うん、うん、どうですか、いいです、いいですか、いいです、全然いいです、岩ちゃん感触としては、いや、なんか音が違う、もちろんもちろん、それはこれクマさんの音出てたらあんたもう明日からここで練習やはい、あ、でもこの方が、うん、なんか構えに集中できます、そうか、狙いを定められる、なんかこっちだとウィッシュってなるんで、なんか全体的に不安ってなっちゃう、なるほどなるほど、はい、フォームはどうでしたクマちゃん、フォームはそうですね、でも悪くないと思うんですけど、うん、やっぱりなんだろうな、そのなんて言うんだろう、それでは未公開シーンをご覧ください、そこをギリギリまで押さえて体でこういう感じでいくような感じでしたらもっと多分綺麗なフォーム、そうですね、はい、今のめちゃくちゃかっこよくなかったですか、かっこいいよ、めっちゃかっこいいよ、男前やろ、クマ、はい、さん、アイドルの顔してるやろ正反対正反対すいません突っ込んでいただいてありがとうございます、わざわざ、じゃあでもラスト行こう、ラスト、ラストいいのね、ちょうだい、はい、オッケー、いきます、よいしょ、いった、またここ戻っちゃったということで一体感前 FC の未公開シーンはここまで、次回は選手とレッスンができたらいいな、じゃあそろそろ締めましょうか、はい、では最後はあのポーズで締めます、せーの、一体感マイエフシー。